はいトノエですそれでは今日は二宮尊徳精神についいてお話をしたいと思うんですで昨日 R.A. ゴールさんという宇宙存在からこれからは二宮尊徳精神で立て直せともう一人サミュエル・スマイル精神もというのがあったんですけど。 この二宮尊徳という人はですね江戸時代に600ぐらいの農村を指導して全部繁栄させた人ですねで、まあ、二宮尊徳と聞いたらですね一見なんか古い人だなと思うかもしれませんけれども過去の方に変えるつもりでいて実は未来から来るっていう逆説があることを知っていただきたいんですね。 ですからこれから疫病不況が来ると思うんですでもすでに飲食店はほとんどお客さんがいなくなって観光業ももう大打撃だしイベント関係も全然全然滅ですよねでそういったものは学校も全部止まってるしこれから会社の方もですね売り上げが落ちてきますから全体として不況になる中で RA ゴールさんはですね この宮尊徳精神で立てて直せるるとおっっしゃってるわけなんですですから宇宙存在宇宙って未来ですから未来存在からそう言われてるということを知った上でですね古くて新しい二宮尊徳精神をちょっと探求してみようということです。で二宮尊徳先生といえば。 もうまず念頭に上がるのは積小,大なんです、ね、小さなものを積み上げて大を成す積小大で、えー、これはですね、えー、まあコツコツとした勤勉精神のことを言うんですけれども実は2010年にですねこういう「富国創造論」という本の中で、えー、二宮尊徳の「礼二」というのがありまして。 10年前なんですけど、まあ、その中にかなり今考えておられる内容がしっかり詰まってるわけなんです。でそこで言われてるのはこれまたしてもアリとキリギリスの例えが結構出てくるわけなんですね。だからこのアリとキリギリスの例えを深く理解することが二宮尊徳精神を身につけるというキーになってくると思えるわけです。 で、えーまあ、アリとキリギリスの話はみんな知ってると思いますけどアリは勤勉さをこの象徴しているわけですよねだから小さなものがせっせ,せ,っせと働きながらまあいろんなものをしっかり蓄えていく感じですねえ今日は小さな人形が並んでますけど小さなものが力を合わせながらせっせ,せ,っせといろんなものを蓄えていって食料を蓄えたりあるいはまあ富を蓄えたり していくようなこういう生き方じゃないですかで、それに対してキリギリスが象徴しているのはこれは普段怠けててでその日暮らしをしているということの象徴ですよねで、えー、孫徳先生はまずキリギリスの悲惨さというものを深く理解することがこれが孫徳精神に入るために必要なんだと こういうい考えなんですねですからキリギリスで生きてると、まあ、とっても冬の間困って、まあ、どんどんバタバタと死んでいくわけでそれが例えば現代的には孤独死なんかがそういうキリギリス的な生き方の象徴なんだとおっしゃるわけです。誰にも見取られずにたった一人で死んでいくって寂しいですよね。えー、以前私も 名古屋のある喫茶店でモーニングを食べてた時隣にいる60代の女性たちが一生懸命しゃべってるのは今のうちにお金貯めとかなきゃダメよっていうことをね女性2人が一生懸命話してたのがすごく記憶に残ってますけどみんなそれは怖いわけですね。あと貧困による病気 っていうのが、まあ、結構孤独死にはあつながってますけどお要するに蓄えがなくなってくると病気にかかりやすくなってそして誰にも見取られずにたった一人で死んでいかなきゃいけないここれキリギリギスの象徴すするところなんですそうならないためにアリの勤勉さを身につけようってこう強く発信する発奮するところから二宮精神というのが始まってくるんだと。 こういうい教えでありますでえー、積匠偉大ですから最初は小さなものの積み上げから始まるんですけど何事もビジネスを始めると最初のうちに大きなヒットなんか出ないんでとにかく最初はとにかくコツ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 やっていって大した成果が出ないけどもしかしめげずにやるっていう時期が必ず必要になってくると。 でそのうちどこかで少しバズるっていうか少しヒットすると今度は風呂敷理論といって一つヒットするとそれまで積み上げてきたもの全体が上がっていくという現象が起きるわけなんですねまあ例えば私が今やってる YouTube でも今この動画で70本か71本目ですけどその昔撮った1本目2本目の動画がですね 未だに見それは、ね、少しずつですけども昔撮ったですね例えば東郷平八郎みたいな動画があるんですけど撮った頃は 100, 人100回ぐらいしか生再生されなかったんですけどしばらく経って他の動画でバズると今頃になってこの東郷平八郎が結構見られてて今もう3,000回以上になってるわけですね。 それ以外にマインドマップ思考っていうのも最初少なかったのが今ドーンと伸びてますけどそういうふうに1つ当たると全体が引き上げられていってだんだんとステージが上がっていくとだから最初の頃小さなものを積み上げてるのをこうめげてはいけないこれが大事なんだ種まきなんだというこれ赤潮依頼なんですであるいはまあそれ以外で言えば子ども貯金みたいなものですね 子供の頃に貯金通帳を作ってお小遣いを貯めてると、まあ、100円500円1,000円って貯まっていって、まあ、それを見るのが楽しみだったりするそういったことがありますよね。まあ、それと同じようにビジネスをやる人にも私は通帳を別に作った方がいいってよくアドバイスするんですけどそこにとにかくビジネスで貯めていった小さな利益を全部その銀行の方に入れていってそれをあんまり使わないでおくと。 そうすると最初は1000円とか3000円5000円1万円ぐらいしか貯まってないものが通帳を見たらしばらく経ったら10万円になっててそれが30万円になりそして100万円を超えていってっていうふうになっていくわけなんですねで300万円ぐらいになった頃に少しいろんなものに投資ができるようになってきたりするとだから新しく誰か外注に出してみたりとかそれから仕入れを もっと増やしてみたりとかいうことでビジネスはだんだん大きくなっていくこれが偉大大きくなっていくというこういう世界ですね、まあ、とにかく二宮尊徳精神というのは石昇偉大という言葉に象徴されてますので、まあ、とにかく自分の周りで小さなものを積み上げてだんだん大きくできないかということをまず考えてみてくださいそれから 二宮尊徳といえばやはり資本主義精神ですね資本主義といえば二宮尊徳とこういうふうに言われてるわけなんですで尊徳先生のお考えはですね要するに福祉国家なんかはクソくらいなんだとおっしゃってるわけですまあこの言葉はあんまりよくなくてあの要するに福祉国家は破綻するということをおっしゃってるわけですねつまり年を取ったら 国家が全部面倒を見てくれるというようなこういう社会主義体制はそんなの財源が回るはずないと必ずどっかで破綻するとそしてやがては老人に早く死んでほしいというような政策に必ずなると奪捨て山の世界が必ず展開するからそこに未来はないとだ社会主義的な福祉あるいは働かなくても食べていけるような そういうふうなまあこれも福祉ですがこういった考え方に陥ってはいけないということを強調されています。でそういう福祉国家を作ってるのは結局公務員根性が作っっっててるるんだとおっしゃってるわけですね、まあ、要するに役人根性、まあ、この中に公務員の方がいらっしゃったら申し訳ないんですけどあの公務員の中にも起業家精神があればいいんですがいわゆるその 役人根性に入っていくと何がいけないかというと彼らは自分で稼ぐということを全く考えてないとつまり利益というものを全然考えてないのでだから役人になると利益を上げているものをこれ適視してですね罪悪視してすぐにそれを潰そうとするとだから検察がよく繁栄を潰すって言われてるのはここで。 少し儲かっている人がいたらすぐ検察が目をつけてそしてそこを潰しに入っていくこれでバブルも潰れたし2000年以降の IT 企業によるこう大きな繁栄も潰されたということを二宮先生はおっしゃっていますだからそういうふうな役人根性ではなくて起業家精神が大事であって要するに自分で稼いで そして創意工夫をすることによって利益を上げていくという考え方を肯定せよと言われているわけです。でさらに二宮先生はこの虚業というものをこう戒めておられて実業というものに入りなさいと。ですから虚業ということの象徴としてですねまあ私だったらリーマンショックなんかには絶対に引っかからないという言葉があるわけですね。いわゆるマネーゲームには引っかからないと。 どういうういいことかというとか数字の操作だけでお金が儲かるような考え方は全部これ騙しのテクニックが入っているのでそんなものにこう引きずり回されてはだめだと引っかかるなということを強調されています、まあ、つまり実体経済よりも金融の方の世界がこう膨れ上がっていってです、ね、株価をどんどん釣り上げさえすれば景気がいいように見せてるけど実際実体経済はよくないと。 それでぐらぐらしてるというのが今アベノミクスでやってる株価を上げるための施策ですね年金のお金が大量に株の方に流れていって株価だけ釣り上がってるけど実体経済は全然良くないどこかで潰れるわけですねあるいはまあ今ソフトバンクが自社株買いに今日から昨日から走ってますけどあれも株価が上がってないとその株価によって担保でお金を借りてますから。 そういう形でマネーゲームをしてるわけですけど、そういう考え方は虚業であるというふうに切って捨てておられます。だから実業というのは結局商品を作って売りなさいということなんですね。その商品の中にはサービスも入りますけれども、何か人に役に立つような商品を作って、それを売っていく形でだんだん反映せよと。だからマネーゲームのようなもので、 お金を儲けようとしてもそれは潰れれるからそれは二宮精神ではないし資本主義精神でもないと、まあ、こういうことをおっしゃってるわけです。でもう一つ二宮先生が強調しているのは老後の自己防衛なんですねだから老後を自己防衛するのが基本で国に助けてもらおうと思うなとで老後の自己防衛は二つしか方法はないと。一つは子孫をい 買い作って彼らに養ってもらう道で。これはまあそういうことをやれてる方は立派であると思いますけど、最近ちょっとこれ崩れつつあります。でもう一つの道は生涯現役しかないと。つまり自分で稼いでいく道を作るということですね。でここに企業家精神というものが必要であって、でこの企業家精神稼ぐ力というのは決して現代的な秀才が これに向いいいててるわけでもないとおっっしゃっています。つまりもっとシンプルにビジネスに成功してお金を儲けることは偉いことだというこういう価値観を入れなさいとおっしゃってるわけですね。だからアメリカ的な価値観でお金儲けできる人は偉くてそういう人が大統領になったりしてますよねトランプ大統領とかで。こういう考え方を日本ももっと入れなさいと。 お金を稼げる儲けれるということはこれはえらいことなんだと知恵を使って頑張ってる証拠なんだと積昇偉大なんだということですねでここがまあサンミエル・スマイル精神とも合致してきてスマイルズ精神がアメリカに入ったのでアメリカンドリームが起きたように日本もですねいい意味でアメリカンドリーム精神を入れてもっと個人の力を伸ばしていきなさいと。 一律でみんな同じにしようという考え方はこれは二宮精神ではありませんもっと個人がそれぞれ伸び伸びと自分の力を伸ばしていきなさいと、まあ、こういうふうにおっしゃってるわけです。ということで、えー、この二宮尊徳精神はですね今 R.A. ゴールさんもエル・カンターレもこれを推しておられるわけです。ですから決してこれは古い思想ではなくてこれからもう一回 未来を立て直していくために必要でその時に1990年代をもう一回作り直せっていう言葉が出てるんですねこれは RA ゴールさんから出てるんですけどもう一回1990年以降をやり直せとこれは失われた30年でバブル崩壊の平成時代のことですけどそれもう一回やり直せとだから時計の針を90年代にもう一回戻してみてくださいあなたはきっと 20代の人もいたでしょうし30代の人もいたでしょう若い人はまあこれからもう一回やっていいんですけど我々熟年世代だったら、まあ、30歳ぐらいに戻ったりするわけですねもう一回そこからこのヌミヤ精神で立て直していけともう一回青春時代に戻って石礁以大でコツコツと上げていって大を成していきなさいとこれがヌミヤ尊徳精神度をこれから大事にしていくことであって。 で、二宮先生は、日本の繁栄を願う守護神の役割を今しているとおっしゃってるんですね。で、地上の人をたくさん指導してるとおっしゃってます。ですから我々も二宮精神に立ち返って、石昇偉大の精神で資本主義精神を持って、老後も自衛で頑張っていけば、きっと二宮先生から指導を受けて、そして、 大きな繁栄の人生を築くことができると思います今日は以上ですありがとうございました